丸ごと千葉60分、時刻は6時31分になるところです。丸ごと千葉60分、今日は、金曜音楽館をお送りしてます。ゲストはギタリストの作山孝之さんです。作山さん、はい、最近の活動として、原爆被災者の詩に曲をつけるという、こういった活動を始められたそうですね。まあ、前から音楽とまた別で映画とかが結構好きだったんで、でしかもその戦争の映画ばっかりよく見てたんで、こういうことに結構関心があったので、他のギタリストがね、原爆詩に、吉永小百合さんが、原爆詩の朗読やってるんですよね、ずっと。で、それは広島で上演するにあたって、広島のギタリストが伴奏をつけてたことがあって、それをたまたまテレビで見たので、原爆詩に直接つけた曲じゃなかったんですよね。はい。なので、雰囲気が合ってるとこと全然合ってないところっていうのが、やっぱりまばらになっちゃうので、これは自分で、つけたい。朗読とギターの、作品みたいのにね、作ってみたいなと思って。で、ステージで発表されたんですが、それが。これが、なんだっけな、戦後60年っていうのがちょっと前にあって、その時になんかね、自分たちもなんかできないかなっていうのがあって、60年目の鎮魂歌っていうタイトルのコンサートをやったんですよね。はい。その時にこの原爆詩の詩に、2作品に曲をつけて、はい、あと、1曲マインドオアシスのコンサートだったんで、谷口側の曲つけて、歌と、だから原爆詩2作品とで、コンサートの前半部分でね、演奏したんですね。はい。こういう感じなんですけれども、詩は大平和子さんの慟哭という詩で、門中天井ホールで収録されたものです。ちょっとお聞きいただきましょう。13分ぐらいあるんですけれどもね、演奏しているのが作山さんです、はい、これはやっぱり戦争というものに関する関心というのが作山さんもともと高かったんですか。もともとそういうのはアウシュビッツだとかね、そういうものを映画とかよく見たりしてて関心高かったんですけど、クラシックギターの演奏でね、沖縄に行った時に空いてる日程で戦績を見てきたことがあって、それからうちの父親も戦争行ってたので、そういうこともあって、関心が高まってたっていうのもあって、で、こういうね、少しずつなんだけども、あとホームページとかブログとかで時々ね、記事にしてみたりとかっていうので、紹介するぐらいなんですけどね。確かに、詩と、曲がよく合ってますよね。で、これもだから1回しかやってないので、またやりたいんだけども、ちょっと重いので、題材がなかなかやる機会がね、なかなか難しいとこもあって、あ、日頃のコンサートでは、こう中の1曲としては入れにくい、日頃のコンサートの中では、例えば作曲者とかがね、戦争中亡くなった人ですとかね、そういう話題を少し取り入れたりとかぐらいなんだけども、
少しずつそういう話題を入れつつっていうことで、うんうん、でも聞いてみたいですけどね、うん、はい、またやりたいと思います、はい、これずっと今も続けてあの思いは持ってらっしゃるということなんですね、うん、はい、ただいまお聞きいただいてたのが、大平和子さんの詩慟哭に、マインドオアシスが詩と曲、はい、曲をつけて、詩と音楽で発表したものでした、はい、こんな戦争に関するような活動もして、はい